僕たちクリエイターにとって恋愛って必要なんですかね。あいつにさえ出会わなければ。運命の人って絶対いると思うんですよ。恋だの愛だのくだらない。もっと一緒にいた。処女を捨てたいんです。ああいう重い子って苦手なんだよね。ほんとキモいんだけど。君のこと好きだなんて一言も言ってない。そんなんだから童貞なんじゃないの。童貞じゃないし。伊藤誠二郎、こんな男のどこがいいのか。君の友達の相田聡子と寝た。最高に無様だから楽しいの。無様で切実ってことバカにしてませんか。何よマジになっちゃって。言い訳ばっかりしてみっともなく相手にすがる。無様ですね。やめてよ。もがいてもがいて。俺がいけないんだよ。俺の存在が君たちを狂わせてしまったんだ。なかなかのクズですね。今さら。伊藤にさえ出会わなければ私の人生は狂わなかったのに。伊藤くん A to E。